先日は映画のこちらのフォトブックをいただきました。はい、ありがとうございます、はい、短編のね、映画祭、そうですね、船堀映画祭っていう、はい、行ってきまして、4名そうですね、4作品があって、はい、面白かったです。はい、ストレンジブルーさんっていう、はい、これが一番気に入ってる、なんかあれですよね、なんとかのマリーみたいな、知ってます？わかんない、わかんないですか。なんかこう、クモマさんがね、黒ずくめのね、服でね、はい、黒い傘を差して気の触れた女性っていう設定ですかね。そうですね、ちょっとおかしくなっちゃってる方がね、不思議なことをしていてっていう、はい、でももうなんか非常に内面世界が選、はい、んでる感じで面白かったですよ。実際私もツイッター本当に盛り上がってないんで、私もね、そういいねがたくさんついてほしいって気持ちはあるので、はい、共感しながら言いました。はい、でもシタルでまずお背中温めますね。今まだのトラブルとかお怪我とかないでしょうか。ちょっと乾燥気味、はい、そうですね、やっぱりあれなんですよね、肩甲骨の話ですけど、はい、ちょっとやっぱ被写体として肩甲骨が見えないっていうのがちょっと、はい、うん、まあ、あんまり脱がないですけどね、最近は、自分じゃやっぱ見えないんでね、はい、確かにそんな意識はしてないんですけど、はい、やっぱ人に言われるとやっぱ、はい、まあ、人と違うみたいな、ね、やっぱりあんまり うっすらですね、こうやってやってきてもちょっとはっきりは見えない方ですね。力加減いかがですか？あ、はい、ちょうどいいです。もしだったら、そうですね、横に置いちゃっていただけますか。で、そのまま気をつけするみたいな
肩が結構前にね入っちゃってるんですよね。先生辛くないですか？はい、はい、あとはこっちもねトリートメントした方がいいんですよね、肩甲骨出すのに、うん、胸側もね。あとでデコルテもやりましょうかね、はい、腕ぐらいに上げます。上げます。ちょっとここ痛いですね。はい、うん、ゴキッコリコリしてます。コリコリしてますね。はい、出て肩甲骨の外縁、外側なので、はい、ここでくっついちゃってると肩甲骨は内側に寄りにくいんですね。はい、痛い。
まあ、ここを取ってあげないとっていうのがあって、これももちゃんの場合はやっぱここがくっついちゃってるんですよね。いつもこう多分、まあ、どうしても背中を丸めるのが楽っていうことで、ここが動かないままになるので、ここがくっついて離そうとするときに痛い、引っ張られてる感じですね。最近その辺は触んなくても痛かったです。ああ、そうですか、うん、そうですね、うん、となるとやっぱりほぐしが必要ですね。痛いですね、最初痛いですけど、あの、はい、だんだんほぐれると痛みも減りますので、はい、結構この辺ってやっぱリンパにも関係しますし、筋肉がついてますので、うん、腕とか腰とかにも関係しますね。うん、痛いですね。痛いですね。どうしてもね。すごい硬いんですよね、うん、肩甲骨周りの筋肉がやっぱりすごく硬い、動かさない、うん、あんまり動かさないっていうことですよね。どうやって動かすんですか。やっぱり腕を後ろに引くとか高く上げるとか、うん、まあ、こちら肩甲骨を動かすっていうことは、まあ、横とか、うん、上とかそういう、あの、前に出しっぱなしになっちゃう、こういう体勢、楽な体勢というかね、あの、よくある体勢っていうのはちょっとこう開く感じに、まあ、でお腹とかで押さえてればそうでもないんですけど、背中が丸くなってしまって、うんうん、なのでやっぱどうしても、あの、決まった姿勢で、楽な姿勢でいてしまうと肩甲骨周りが、うん、硬くなっていきますね、うん、後ろでバイバイ言ったじゃないですか、うん、覚えてないですか、これでこうやるっていう、うん、両手をこっちで上げてこう上げてこれでバイバイすると、あこれやりました、あの、やったのは覚えてます、ここで覚えてない。じゃあもうここでやったのが最後でずっとやってなかったということですね。そういうことやっていただくとちょっと肩甲骨が寄ってくるので、はい、まあ、柔軟性も出てもう少しこうはっきり、はい、肩甲骨が出てくるっていうことが言えますね。